京六大学野球秋季リーグ戦、法政の優勝をかけた明治との第一戦が10月22日秋晴れの神宮球場で行われました。いつもなら打撃に自信のある江川、明治の初完封に備えて力を温存。明治は3回ツーアウト二塁三塁、江川最大のピンチを迎えます。バッターは飯田。しかしここぞという時にはくしゃりと締め、怪物ぶりを発揮します。法政は7回、袴田前島の連続ヒットで均衡を破り、バッターは金光。金光もセンター前ヒット。植松も左中間に三塁打を放ち、この回一挙4点を奪い試合を決めました。江川は明治最後のバッター松本を併殺打に打ち取り試合終了。江川は明治から初の完封勝利、通算47勝目をマーク。法政は優勝まであと1勝に迫りました。翌23日行われた第2戦、法政は槍田をマウンドに送り、江川はベンチに温存。槍田はピンチヒッター吉田をライトフライに打ち取り、リーグ戦初の完封勝利。法政は勝ち点5の4期連続、通算22回目の優勝を飾りました。